はい、ワンマコ YTK でございます。本日はねポタクへの追加情報、重要な情報となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。本当はライブでしたかったんですけどもね、ちょっとライブの環境が整っておりませんので、収録ということでご了承の方いただけるとありがたいなと思っております。まず最初になんですけども、今回企業様の方から優勝商品をねご提供いただけるということとなっております。結構ねすごいものいただけるんですよ。まず最初になんとシーガージャパン様よりサイクルキャップをいただくことができました。皆さんシーガーというブランドご存知でしょうか。北欧のスウェーデンで誕生したブランドで、シンプルで機能性の高いサイクルウェアやアクセサリーを製造販売しているメーカーとなっております。当初はねサイクルジャージをプレゼントしていただけるというお話だったんですけども、視聴者プレゼントに回すんだったら、もうちょっと数多く回せれるものにしようということでね、今回なんとサイクルキャップの方をいただくこととなりました。でその数がね、5つほどいただけるということなので、まあ、いろんな方に、プレゼントとして回せれるということでね、なかなかオシャンティーなサイクルキャップですので僕も愛用しております。そちらがねシーガージャパン様から、ご提供いただきましたプレゼントとなります。次にハイパーホリックス様からね、なんとリンタマンの最新ビンニングシューズであります A1 を1足、いただけることとなりました。素晴らしいですね。僕もねこの間レビューしましたけども、もう履き心地抜群のとんでもないビンニングシューズでございます。ただこちら1足なので、実際授与された方がね、ご自身で使う可能性もありますし、皆様にプレゼントとして、配るかもわかんないですけども、まあ、そこは受賞された方にもう委ねるということなんですけども、まあ、ハイパーホリックス様からねその最新のビンニングシューズを1足、リンタマン A1 をいただけることとなりました。以上の2つの品がね入賞商品となります。シーガージャパン様のねサイクルキャップの方はもう確実に視聴者様に、お配りすることとなるんですけども、まあ、リンタマンの方はプレゼントに回るか回らないかは、まあ、その入賞された方の、気分次第ということでご了承の方いただけるとありがたいと思います。はい、次に、クエストの募集の終了のお知らせと、今回ね50ウンツいただきました。まだちょっと選別の方しておりませんけども、僕が思っていた以上に、集まったので、非常にありがたいなと思います。まあ、中にはね複数、結構数でご応募された方もいらっしゃいまして、本当にありがとうございました。選定の上ねイベントで活用させていただきたいなと思っております。はい、次に新規参加者の発表をしたいと思います。以前ね19組の参加者も確定しておりましたけども、実はその他にねお話の方をさせてもらってた方が複数名いてました。でようやくね決定をしましたので、新たになんと4名の方が参加することになりました。で今からねその4名の方を発表したいなと思います。まず最初に水リットルチャンネルさんのご参加が確定しました。動画のスタイルがね初期の頃の自分にすごく似ていて、かなり親近感が湧くんですけども、昨年ご結婚もされまして、お子様も生まれまして、誠におめでとうございます。で今回ね東京からお越しいただくんですよ。でしかもね前乗りがちょっと難しいということで、なんと始発組ということでして、なかなか間に合うのかどうか、非常に微妙なところでございますけども、水リットルさんの方が参戦となりました。はい、で次になんと、管理栄養士エミさんの、ご参加も確定いたしました。昨年ポタンプでね僕一緒にじゃんけんもさせていただきました。で今回赤鬼さんと一緒に、まあ、ご参加されるということとなりましたね。次になんと河合伊佐奈さん、のご参戦が確定しました。過去にねロードバイク解説チャンネルというチャンネル名でも活動されてたんですけども、動画はねプロのレースを解説する魚屋さんという、まあ、非常に変わったジャンルの、チャンネルでございますね。で僕から声をかけようかどうか非常に迷ったんですけども、そのどっちかというとレースイコールその、まあ、ガチ勢よりじゃないですか。で今回のようなゆるポターの企画とちょっと合わないかなと思って僕からは声かけなかったんですけども、今回参加された方の、お一人から推薦の方いただきましてね、でお話をしたところものすごい乗り気で、ご返事の方いただきまして、今回参戦ということとなりました。はい、
次になんとさぎりこチャンネルさんご参戦確定いたしました。つい先日ね登録者数1000人を超えまして、ご夫婦で活動されている動画配信者の方でございます。おめでとうございます。で僕らね実は自転車系 YouTuber 友の会という一員の中でお話の方をね一番最初に実はしたんですよ。で今回僕らのイベントが6月だったので、6月といえば富士ヒルが控えておりまして、もう最後追い込みたい状況の中、この企画に参戦してる場合じゃないなということで一回ちょっとね保留の方してたんですけども、まあまあなんとか都合がついたということで今回、ご参戦となりました。ただね、まあいろんな事情がございまして、ご夫婦なんですけどもね、お一人の参加と、なるような感じでございますね。ちょっと残念ですね。僕もご夫婦でお二人でちょっとお会いしたかったところもあったんですけどもね。はい。で実はね、僕も参戦します。で僕はあくまでベースステーションで、クエストを発動しつつ、皆さんのポイントをリアルタイムで集計するという大事な役を担ってるわけなんですけども、ということで僕は走ることができないんですよね。ただなんかこううまいことして僕の代わりを走らせることができないかということでね、なんと影武者を走らせることとなりました。でその影武者 のご相手なんですけども、吉星くんという方に頼むこととなりました。皆さん吉星くんご存知でしょうか。彼はね動画配信をしていない、ただの大学生なんですけども、ただの大学生ではないんですよね、なんと実は徳島サイクルレーシングに所属しておりますガチガチのガチ勢でございます。もう実業団に入ってらっしゃるんですよ。でもういろんなレースに活躍をされてるわけなんですけども、僕ちょっとねその吉星君とは過去に一緒に走ったことのある中でございまして、今回の企画のことを話してね、ちょっと代わりに走ってくれへんって言ったら、まあ、心よく承諾していただきまして、今回吉星君が参戦と僕の代わりに走っていただくこととなりました。ただね僕としてはね当初彼に一人で走ってもらって優勝かっさらっていただいて、もうマッチポンプのようにデキレースにするのを狙いだったんですけども、彼曰く一人で走るのが嫌だとせっかくなんでグループで走らせてくれということなんでね、今回グループの一員ということで走ることとなります。はい、では次最後にねその今ちょっとポロッと言いましたグループなんですけども、今回24組の、自転車系 YouTube の配信の方ですねが集まるわけなんですけども、全員が全員バラバラで走るんではなくて、半分の12組の方はソロで走りますね。中には2人組の方もいますし、1人のもう完全にソロで走る方もいるんですけども、グループを組まずに、単独で走る方が12組ですね。で残りの12組が、グループを希望されておりまして、複数で走りたいと、まあ、せっかくこんだけねすごい人たち集まっているんでグループライドですね、グループコラボをしたいということで、半分はソロ半分はグループで走ることとなります。で、今回12組なんですけども、そのうち1組がね、ご夫婦でお二人になりますので、人数的には13人とちょっと中途半端になるんですよね。ということで、4333ですね、4名が1組で、3名を3組の計4グループに分けまして、グループのライドをしていただくと、もう、チーム戦ですねをしていただくこととなります。で今からそのグループ分けをしたいと思います。で、公平かつ不正がないようにここからは、完全ノーカットでやりたいなと思います。カメラを変えまして、今から撮影の方をしながら、グループ分けをしていこうかなと思います。はい、ここからはねこの iPad を使って、抽選の方していきたいと思います。でここからは完全ノーカットなんで、編集をしてないよという証にねちょっとわざと空気を通して撮影の方しております。で、左側にエヴァのクロックを作動させます。こないしてね、はい、でこれでねタイマーが飛ばないと、要するにキングクリムゾン状態にならないということを表しております。はい、ではここから抽選いきます。で今回なんですけども、4名を1組で3名を3組の合計4組作る予定です。で最初の、4名なんですけども、もうカツオさんら、カツオさんカツオクさんは固定と、で残り2名を決めまして、カツオさんの、
グループですねを今から最初に決めたいと思います。はい、でもすでにね名前の方登録済みなんで、どんどん行きたいと思います。ではまず最初1人目ですね、カツオさんのチャンネルと同時に走る方ですね、自分ですね。ということで、僕の代役であります吉星くんが、カツオさんと一緒に走るということとなりますね。まあなかなかいい組み合わせではないでしょうか。はい、ではもう一人いきます。こちらもカツオさんと一緒に走る方ですね、チャディエルさんです。これはなかなか面白い組み合わせとなりましたね。ということでカツオさんと、吉星くんと、チャディエルさんが、同じ、グループで走るということですね。はい、で次、B グループですね、ここからは3名ずつとなります。ではどんどんいきます。はい、ナオキーさん、ナオキーさんと、あと2人ですね。はい、どんどんいきます。ハトさん、ハトさん行きましたね。はい、ね、ナオキーさんとハトさんとあともう一方水リットルさんということで、関東組2名とナッキーさんの合計3名の方で、グループとなりますね。 B グループですね。はい、で次 C グループですね。 C グループ、最初の1人目は誰でしょうか。おさぎりこさんです。さぎりこさんが、C グループ1人目となりますね。はい、で次もう1人目いきましょうか。イサナさんです。お魚屋さんのイサナさんですねが、C グループの2人目となりますね。で最後3人目ですね、ガルポンさんです。はい、ということで、以上3名が C グループとなりますね。じゃあのもう残りね、あの抽選しても仕方がないのでもう一括でいきます。はい、ドーンと一括バーン。はい、D グループですね、アニマルランドさんで赤福さんで西谷さんということで、これが D グループとなりますね。はい、ということでね、以上、こちらの方々もう今ちょっとねもうこっちに出しておきますね。はい、この感じで、グループとなりました。ということでね、今回2回言うたな、もうここから編集していいんか。で今回、こちらのグループですね、4名が1組で、3名が3組の合計4組と、あとソロの方々が12組ですね、合計でなんぼや、なんぼや12と4で16組か、16組で、ポタクエの方やっていきたいと思います。はい、ではね、本日はこのグループ分けで終了となります。あのスパチャどんどんしてもらって構わないのでね、どんどんしちゃってくださいね。はい、ということで、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。